皆様こんにちは。今回は私が Q10 で見つけたイニスフリーのオレンジエディションっていうラインのコスメが出ていたので、そのコスメをふんだんに使ってオレンジメイクをしてみました。もうフレッシュな夏のオレンジメイクっていう感じなので、気になる方は最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではどうぞ。はい、ではメイクを始めていきます。下地はこれ使います。エスフォアのウォータースプラッシュサンクリーンフレッシュっていう日焼け止めを使っていきます。ちょっとねグリーンっぽくてで、みずみずしくてすっごい好きです。はい、こんな感じで塗ったら、今日はファンデーションこれ使います。ケイトのシークレットスキンメーカーゼロの04番、ちょっと日焼けっぽい感じっていうか健康的な感じに見せたいので、オレンジメイクなのでちょっと濃いめのねカラーを使います。こうやってある程度伸ばしたらスポンジで伸ばしていきます。はい、こんな感じで塗ったら、チャコットのフォープロフェッショナルズエンリッチングパウダークリア使っていきます。最近はこればっかり使ってますね。しっかりセットしてくれてよれにくいので、これ大好きです。でちっちゃめなユアグラムのブラシでしっかりセットしてサラサラにしていきます。はい、しっかりのせました。そしたら眉毛はケイトのデザイニングアイブロウ EX7 番を使っていきます。だからで真ん中を2色混ぜて乗せます。で、ぼかします。はい、そしたらオレンジアイテムを使っていきます。今回使うのがアイシャドウがね、2つあって、その2つイニスフリーのオレンジエディションの、ちょっとね、全部韓国語なんですけど、パレット2つあって1個目がめっちゃ可愛いんですけど、こんな感じのパッケージでこんな感じです。もうほんと全部がオレンジベースな、マットとグリッターに近いようなカラーが入ってるのと、あとこれも見た瞬間一目惚れですぐ買っちゃったんですけど、このイニスフリーのパレットのジュエルグロウトッパーっていうカラーの、これ全てラメのパレットです。ここはちょっと控えめなラメなんですけど、あとはねザクザクのラメが入ってます。これ2つをちょっと使っていけたらなと思うんですけど、まずこっちのパレットの、ここをクリースに入れていこうかな。このカラーね、かわいいオレンジカラーってすーく広めにのせます。はい、でそしたらここをまぶたの中心に、中心というか、うん、内側に入れていきます。このしっかりオレンジ感が出るカラー、
かわいい。めちゃくちゃかわいい。で、しっかりオレンジを足して、そしたら下まぶたも足していきたいので、ちっちゃめなブラシにとってのせていきます。で、さっき最初に出たクリスのカラーでちょっとぼかす。で、そしたらね、どうしようかな、なんかここのラメを、このラメを上まぶたの上まぶたにのせます。めっちゃかわいい、キラキラツヤツヤ。黒目の上にねのせていきます。こんな感じで、そしたらこのラメのこのグリッターのここ、このカラーを下まぶたにのせます。ちょっとゆっくりさせたいので涙袋に。かわいい。ちなみにスウォッチはこんな感じです。やっぱりこの一番控えめなのはラメ感はそんなにないんですけど、あとの3色すっごいラメが強くてめちゃくちゃ可愛いです。はい、で上に入れたのがちょっとだけ弱いかなと思うので、すごいちょっと輝きの強いのを上からポンポンポンとのせます。上の方にのせると、まぶたを目を開けた時もツヤツヤってなります。はい、でそしたらこの濃いカラーに戻って、一番ねここの濃いカラーでちょっとラインっぽく引きます。しっかり、あ、かわいい。でビューラーをします。よし、そしたらエティセのラッシュバージョンアップを塗っていきます。で、今日はほぼブラウンで仕上げたいので、ラインもこのエスポワのブロンズペインティングウォータープルファイペンシルのブルーム、これを使ってインラインを引きます。ちょこっとだけライン引きました。シェーディングは自分が持ってるピュアグラムのシェーディングパウダー2番を使っていきます。顔周りにさささっと入れたら、チークはこちら、ジューシージェリーブラッシャーっていうチークを使っていきます。これね、こんな感じで後ろにスポンジがついてて、上がチークになってます。結構柔らかめな質感のチークで、こんな感じ、かわいい黄身の強いオレンジっていう感じですね。これをね、ちょっと濃いめに入れていきたいんですよね、高めの位置に。で、せっかくなのでこれを使っていきます。ついてる
ょっとあんまりついてるかわからないので指でやっぱり乗せます。ちょっと日焼け風な感じでね乗せていきます。こんな感じで、ハイライトはもうなしでもいいんですけど、このウィスパーオブギット、ちょっと鼻筋の鼻の頭だけ乗せようかな。うん、こんな感じで、リップがね結構あるんですよ。4本あります。まず、ジューシーメルティングリップバーっていうのが2本あります。2色1番と2番。これがね、あれみたいな感じ、フランパーみたいな感じの見た目で、まず1番がこんな感じ、黄身の強いオレンジですね。本当にこうプルプルの感じ。2番がもうちょっと赤身の強い、なんかみかんとオレンジみたいな感じで、これがツヤツヤ系で、あとスマッチブラーリップスティックっていうのも2色あります。1番と2番、これがすっごい細いリップスティックになるんですけど、これが1番、こんな感じ、ちょっとヌーディー系なカラーですね。で2番がオレンジなのでなのでまずこのスティックの方の1番を塗ります。すごいね、こうベースのカラーに使いやすい色ですね。で、匂いは特にないかな。で、中心にこの2番を塗ります。これだけでもすっごい可愛いんですけど、使いやすくて。最後にこのみかん系のカラーを上から塗ろうかな。1番ポンポン塗った方がいいか。発色がねとにかくすごいの。プルンとさせました。そしたらなんか1番がちょっと薄れたので縁取りを。めっちゃ可愛いなこれ、全色可愛い、このリップで。そしたらマスカラを塗っていきます。ブラウンをね塗っていくので、ブラウンマスカラね、はい。でブラウンはこのユーアグラムのボリュームラッシュマスカラ BR1 番、これを上下たっぷり塗っていきます。はい、こんな感じで、髪の毛を結構細めのコテでくるくるに巻いてみました。で前髪は、さっきからメイクの最初からこのカーラーで留めてたので、いい具合にカールしてる感じです。はい、でカラコンも入れました。ロシアンポップレンズのロシアングレー、すごく発色のいいものを使ってみました。はい、こんな感じで今回は私がずっと気になっていたイニスフリーのオレンジエディションっていう、もうガツンとオレンジ、本当にみかんとかオレンジ系のそういう感じのビビッドな発色のオレンジのシリーズが出てたので、そのコスメでフルメイクをしてみました。はい、もう本当に夏にぴったりなので、気になる方はぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。